久保さん、銀行員が出たんで、半沢直樹で行きましょうか。半沢直樹。まあ、半沢直樹ね、結構ね、視聴率取れたと思うんですけど。あれってなんすかあれってなんすか半沢直樹ってなんすか半沢直樹が。半沢直樹の説 半沢直樹シリーズを原作としたテレビドラマである主演は坂井雅子2013年7月7日から9月22日まで「俺たちバブル入稿組」と「俺たちバナのバブル組」をベースとした前後編2部構成全10話が放送されたなんかアレクサが解説してくれました <laughs> <laughs> アレクサがね <laughs> まあ半沢直樹ってね あれですよ半沢ま,またかよ。アレクサ、e、<BM> ストップ。あのまあ半沢直樹がねあの <laughs> あ死に物狂いで銀行員としてそして一人の人間として銀行員っていうあるべき姿は何なのかとそこに立ち向かっていった。 ストーリーリなわけですよ、まあ、つまりその一人の人間として何なのか銀行員とは何なのかそれを深く探求してあのやった人はなんだろうな、まあ、あれはドラマとして描かれてますけど、まあ、情報発信で言うならば話せることはたくさんあると。 まあ僕もあの情報発信に関しては今まで生きてきたすべてをやっぱ全動、増員してますからね。でなんで動員できるのかっていうと、まあやってきたからですよね。逆に言うとやってないことは言えないですよ。うん。やってないことを自信を持ってね言うってことはなかなか難しいですよね。なんかこれはやった、これはす、まあやってなくても深い刻まれたものとかね。あの、こう、すごいなとかね。なんかその、 深いものですよねだから人生の深さでもそれは浅く生きててなんかなんか言われたらやるとかね自分の意思で自分の思考なくしてただレールに沿ってねただ言われるまま,まに生きてきた人はまあなんか発信はできないでしょうね薄っぺらい発信になるでしょうねなんかこの前金麦まあこれちょっとねすいません さん飲んでるんですけど、昨日、そのメンバーシップ、僕やってるんですけど、メンバーシップで、なんか、金麦研究所飲みながらね、あのー、まあ、ライブをしてたんですけど、まあ、コメントが来まして、吉谷さんは、他の発信者と、なんか違うと。なんか違うと。まあ、そのなんかっていうのは何かっていうと、多分、他の情報発信してる人は、まあ、表面的な、 情報発信すれば稼げるんだよっていう表面的なところでそれを真似してるっていうね。もっと真似するところは深い部分なんですよね。深い部分。あ、そういうことか。じゃあ自分には何かその深く刻まれたことって何かあるだろうか。トラウマ、過去のなんだろうな、苦い経験でもいいし、深く傷ついたことでもいいだろうし、それってすごく自分の言葉のメッセージとして話せると思うんですよ。だけどそれを なんか、氷山の一角のね、ここだけ真似しても、全く薄っぺらい伝わらないんですよ。だけど、展開して、あ、こ、実はこうなんだっていう、ここの深い部分を真似することができるんだったら、それはあなたのメッセージになるわけですよね。うん。まあ、なかなかできないですけどね。はい。いってらっしゃい。